さあ、聖剣伝説エコマナやっていきますということで、ちょっとこのガチャ画面のあれだね、このなんか後ろで動いてるこの音うるさいねまあちょっと我慢してください。あのオプションで音声調整しても消せないんで、ついに来ました、ケビン。やっぱね、昨日の動画でも話したけど、やっぱ聖剣伝説って言ったらやっぱ3、一番思い入れある。3の中でもやっぱ一番思い入れあるし、めちゃくちゃやったのが、ちょっと昔すぎて覚えてないんですが、デュランかケビンのどっちかなんですよ。この二つをめちゃくちゃやって、どっちのがたくさんやったかなって言ったら、ケビンのがやったんじゃないかな。ケビンね、それくらいちょっと思い入れあるんで。まあ、昨日の動画ではガチャしないって言ったんですが、とりあえず性能を見ましょうよ。クラブタイプの物理ダメージ、自身の体力を 40% アップ、精神 40% アップ、必殺技が力を 10% アップで、物理ダメージ。最近気づいたんですけど、あれですね、あのね、モーションが大切ですね。結構ね、この聖剣伝説エコマナっていうのは必殺のモーションの短さとか、まあ、スキルのモーションにしろね、この画面を見る限りでは、このケビンのモーションすごく短くて、めちゃくちゃ使いやすそうですね。で、ケビンのね、このイラストちょっと微妙だなと思ったんですが、ちょっと 2D のね、アニメーション見て、見たんですけど、やっぱアニメーションの完成度はめちゃくちゃ高いですね。まあ本当はね、ちょっと、まあ動画を出す順番ちょっとわかんない。ちょっと動画溜まってるんで、まあ、動画を出す順番どうなるかわかんないですけど、まあ、ニーヤ・リンカーネーションっていうスケニのね、アプリゲームで、まあ、案の定ね、リンカネでも、スケニ大好きね、限定ガチャ祭りが始まってしまったんで、まあ、多分ね、聖剣伝説エコマナも、まあ、近いうちにね、あの、スケニですから、限定ガチャ祭りが始まると思ってるんで、あの、本当はね、エルディの時もガチャで石使わないつもりで、限定ガチャ祭りが始まるまで、石は温存するつもりだったんですが、やっぱね、ケビン好きっすからね。まあさすがにね、天井分とかは石ないんで、あのルールは守りますよ。今回は何かしらの、星音が出たらもうそこで絶対に終わりにする。ちなみにチケットガチャはどうなったかな。チケットガチャはまだ LD 入ってこないですね。そもそも LD まだ開催してんだ。まあ、LD のこのガチャの期間が終わったらね、この LD が星音確定チケットに入ってくるのか、それが気になるね。まさかの LD とこのケビンのガチャの期間が一緒っていうね、謎ですね。迷うね。だったらさ、なんかケビン引くなら、なんか自分 LD なんか110連までしちゃってるんで、なんか6月8日までだったら、なんか天井分くらい石溜まりそうな感じするけどね。ちなみに LD の方にはケビン入ってないかな。さすがに、エルディの方にはケビン入ってないですね。ちなみに、ケビンの方にエルディは入っているのか。あ、ケビンの方にはエルディ入ってないですね。なるほどね。そういう感じで来る。多分、いずれは、何かのガチャで、このケビンもエルディも両方入ってくるとは思うんですが。いやー、ちょっと我慢してもいいんだけどね。まあ、行きましょうか。何かしら星音出るまでチャレンジ。ちょっと久しぶりにガチでいきます。今やってるアプリゲームでね、聖剣エコマナね、一番面白いと思ってるんで、ちょっとね、久しぶりにガチでガチャ引きに行きます。ガチで狙いに行きます。念を送ります。いつもね、こうガチでガチャ引くのは、幻影戦争くらいなんですけど、幻影戦争以外で初めてガチでちょっとエネルギーを使ってガチャ引きに行きます。さあ行きましょう。星音が出たら、それはケビン。星音が出たら、それはケビン。イメージしろ。出現の時のセリフが分かんないな。おお、星音出た。どっちだろう。ユニットかな。どっしゃー。
いや、ちょっと自分が怖くなった ちょっとね、自分のガチャ音がね、やっぱ怖いわ。ちょっと恐怖を感じた、自分で。まあ、聖剣伝説エコマナのもし動画を見てくれてる人がいたとして、まあ、幻影戦争の動画を見てくれてる人いるかどうかわかんないですけど、もし幻影戦争の動画を見てくれた上で、この聖剣伝説エコマナの自分の動画を見てくれた人はわかると思うんですが、いや、ちょっとエグいっすね。ちょっとね、マジで狙いに行ったんで、ガチでちょっとあの、幻影戦争以外で、こうガチで狙いに行くのは、本気で狙いに行くのはあんまりないんですけど、ガチで狙いに行くとこういうことになるんですね。ちょっとあまりの凄さに自分もね、ちょっと引いてます。そんな感じで、見事10連ワンパンで、ケビンゲットです。これで一応パーティーね、星4で6人組めるんで、まあ、素晴らしいですね。まあ、そんな感じで、これからもね、ちょっと自分のガチャ運にね、皆さんね、恐れおののいてください。そんな感じで、どうもありがとうございました。あと動画概要欄にね、あのフレンド ID 貼っとくんで、続く人ね、募集してるんで、そんな感じで、どうもありがとうございました。